こんにちは、ガクです。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。まずはですね、ちょっと見ていただきたい手ぬぐいがあります。これですね、多分マーティスさんが、販売されたような手ぬぐいだと思います。見せていただいてもいいですよ。ホームページで紹介してもらってもいいですよということでお見せしてるんですけども、こういった手ぬぐい、朝柄にですね名前を入れたっていうような手ぬぐいなんですけども、非常にね綺麗ですよね。ベージュベースに茶色を入れるっていう形なんですけども、こういったものっていうのは額に入れたりすると非常に映えるんですね。でやっぱり2色もの、単色でも綺麗は綺麗です。非常に映えますけども、こういった記念品っていう形で、コンサートとかライブ会場に行った時に販売されているようなものをですね、額に入れて飾るというのも一つの手ですので、何もなしでこう飾るというのもいいでしょうし、自分で加工してのれんなんかにされる方もおられます。ですからいろんな使い方があります。一般的に汗拭きに使うというのも手ぬぐいですけども、これ以外にこの頃はヨーロッパの方から来てるんですけども、デザイン絵としてですね、絵として置くとやっぱなかなか保管も難しいんですが、手ぬぐいでしたら、こういった形で違うものもすぐに額の中に切り替えることができるというので非常に重宝されるみたいです。ですからいろんな使い方ありますので、インテリアの一部としてね